怪盗とレッドが放つハイスピード武教アクションゲーム武人街。主人公のラウをあのガクト様が演じているこのゲーム、今回はガクト様のように美しくスタイリッシュに序盤を攻略していこう。武人街美麗攻略。まずは基本的なコンボに関する紹介をしていこう。簡単な操作で連続技を繰り出せる武人街。連続技を決めると画面左上にヒット数が表示される。この数字は一定時間を超えると消えてしまう。連続して敵を倒しヒット数を継続させよう。そのためにも移動に架空と壁面走行を使用すること。なぜなら通常はこのくらいでコンボ有効時間が切れてしまうのだが、空中にいる間や壁面走行中はコンボ有効時間が減らないからだ。また壺や看板などを破壊するとコンボ有効時間が元に戻るので、敵が出現しない場所では有効に活用しよう。ここからは実践編、一面フルコンボクリアの攻略をしていこう。序盤は敵と敵の間隔が短いので、次の敵の出現位置さえ把握しておけば問題なくコンボをつなげて進んでいける。ブロック2では壺破壊と架空を活用してコンボ有効時間を保って進むようにしよう。そして鍵になるのがこの景況視線。景況視線では裏側に回り込むのがポイント。攻撃を避けるように回り込めば一気にダメージを与えられる。これを繰り返せばコンボをつなげつつ倒すことができる。ブロック3ではこれまで通り格好移動をしつつ敵を倒していけば問題なく進んでいける。そしてブロック4、注意しなければいけないのはこの辺り。なぜなら敵が出現してこないからだ。ここでは先ほど紹介したようにジャンプと壁面走行を駆使して進んでいこう。いよいよ最後となるブロック5、ボス戦の前にまたしても景況士が出てくる。しかも今度は豪強士も同時に出現。そこで豪炎剣を使って先に豪強士から倒していく。間合いを取りながら2体を仕留めよう。景況士は先ほど教えた通り裏に回って攻撃すれば大丈夫。景況士を倒せば残すはボスのみ。ここまでフルコンボだと1000ヒット以上を狙っていける。それでは最後にボス百鬼対抗戦のポイントをお教えしよう。他の敵と違いガードから反撃してくる点が最大の特徴。また妖術で攻撃しても防がれてしまう。さらに間合いが離れると妖術で遠距離攻撃をしてくる。このボス戦でのポイントは剣撃カウンター。剣撃カウンターとは敵の攻撃を防御しているとき四角ボタンを押すことで反撃できることを言う。それでは剣撃カウンターに注目して実際の戦いを見ていこう。まず戦闘が始まったら飛び込み攻撃する。反撃されてもガードし剣撃カウンターを決めダウンを奪う。起き上がりしなに攻撃してくるので確実にガード。ガードしたら再び間合いを詰めて切り合う。反撃されても落ち着いて剣撃カウンターで対処しよう。そしてダウンさせたらすかさず豪炎剣で追い打ち。これでかなりダメージを奪うことができる。このパターンを繰り返していけば普通に切り合うよりも効率よく倒すことができる。
最高コンボ数はもちろん S ランク。参考にしていただけただろうか。続いて無人街ならではのスペシャルなモードを紹介。主人公の声を GACKT 様が演じていることはすでにご存知のことと思いますが、なんと GACKT 様自身を使えるモードがあるんです。テレビ番組なんかじゃ絶対に見られない GACKT 様の勇姿、たまりませんわ。そしてもう一つ、 GACKT ボイスモード。こちらはゲーム中に GACKT 様の声が聞けるモード。いけてる。ほら、僕にもできないな。君ならできるよ。システム画面でもどんな設定にしようか。僕のハートも震えてる。君に愛を語ろう。なあ、こんなセリフやられちゃいそうですよね。さて、GACKT 様の勇姿どうだったでしょうか。今回紹介したテクニックを駆使して GACKT 様のように美しく舞いクリアを目指そう。